チョーキング、チョーキングとは弦を弾いた後に音源している。指で弦を押し上げ、無段階に音の高さを変えるギターの演奏技法である。ただし、英語表現では、ピッチベンドという意味で、ベンディングと呼ばれ、締めるという意味のチョーキングという言葉は使われない。この言葉が用いられるのは日本のみである。音色に効果を与える奏法として、クラシックギターの時代から用いられてはいたが、 広く認知され、用いられるようになったのは20世紀以降である。現在のような奏法の源流は、ブルース音楽のギタリストたちが、ジャズバンドにおける、感覚器のピッチベンド奏法を模して使い出してからと、言われている。太い弦を使用する時代から存在した奏法だが、太い弦でのチョーキングは、指にかなり強めの力を必要とし、自在に、チョーキングができるギタリストは皆無であった。 1960年代に聴力の弱い細い弦が普及し、指への負担が軽減されたことから、以降一般的な奏法として認知されるようになった。ブルースのみならずカントリー、ロック等のポップミュージックで広く用いられている。なお、同様の技法は、フレットもしくはそれに類する仕組みを持った弦楽器にも用いられており、例えばシュタールの民度は、チョーキングに極めて近い奏法である。 また、ことの、押しての技法は弦を引っ張る方向こそ違い度原理は全く同じである。発案者は、ノーキー・エドワーズもしくはジェームズ・バートンと言われている。この他にスライドを利用したビブラートとトレモロアームを利用したビブラートがある。ありがとうございます。